皆さんどうもこんにちは。フレームの YouTube チャンネルへようこそ。さあ、今回はですね、神奈川県の小田原に来ております。はい、もうね、ここに看板がある通り石垣山一夜城というところをヒルクライムしたいと思います。まあ、この石垣山一夜城はですね、距離は2キロです。すごい可愛いなと思うんですが、獲得標高240m、平均勾配が 10%、最大勾配がなんと 17% という、非常に香ばしい坂になっております。今回は自分と今カメラマンの松文と一緒に、また朝っぱらまだ7時半でございますね、こんな時間から何やってんだってお話ですけども、さあ早速ですね、この石垣山一夜城登っていきたいと思います。路面がですね、すべてドーナツです。ドーナチュ、あのいわゆるあの滑り止めですね、あれがほとんどなので、松村自分ともども初めてのコースなので気をつけて登っていきたいと思います。それでは行ってきます。しゃあ、じゃあ登っていくぞ。あ、そうそうそう、松村の話ですけども、はい、ついに 28T から 30T に進化しました。そして105のディレイラーになったんだよね。うん、うん、そう、 R7000 の SS のディレイラーだったんだね。ドーナツです。もうそんな余裕な話してる場合じゃないよ。はい、ほら、あれ、もうない、もうない。あどう 30T は。あーじゃねえ、あーじゃないよ。 34T だとあれだよ、もうマウンテンバイクだよ、もう。そうだよ、あのインナーをちっちゃくすればいい。そうですね、1対1にしちゃおう、もう松村。うん、クランクも買っちゃったんですよ。そう、松村クランク買ったんですよ。そう、セミコンパクト、あのなんだっけ、そう、加藤サイクルで、あれ結構きついですけど、もう結構喋るのきついな。頑張って頑張って。もうこんな登ってる。だってお前2キロで 200m 登んだから。あ、早いよ。てことはさ、うん、これ1キロ進めたら 50m だ。そういうことだよね。頭悪い、やだ、頭悪い。だからこれを10回トレーニングすれば、そう、あ、いいよ、みかんが落ちてる。やばい、俺も今結構きついんだけど。校舎、いや、やっぱね、朝初っ端の7時半に登るもんじゃねえわ。よいしょ。でも景色はいいね。てか、そもそもガードレールっていう存在を知らないんだよね。飛ぶから。よいしょ。いや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 、きついよこれ。なんだよこれ。俺たち朝っぱらから何やってんだろうな。お前、ほら、前に体重かけないと。ヒルクライムって何？だからヒルをクライムするんだよ。いやいや、ここはまだだって 3% ぐらいよ。おいおい、目の前。もう色変わってる時点で察しだよね。はいはい。はい、よいしょ。ね、息が白いでございますから。もうハムしといた。早くない？もう最近ストレッチ全然やってないね、そういえば。ああ、ついにダンシング始まっちゃったよ。よいしょ。
よいしょよいしょ。おー、みかん畑か、いいね。結構きついな。まああれであんまり左寄るとガードレールないから落ちるよ。みかん畑にいいんつってね。あー、まあこんな感じだよね。まあ今日もね、朝5時に東京を出てね、車でぶっ飛ばして、で今こう神奈川の端っこでなぜかこの丸い円を見ながら登ってるという謎。何してんだろうね。あ、やばい、まず呼吸だけだ。え？あ、ティータイム？ティータイムはね、一夜城のあの駐車場の公園のとこありましてね。ダメ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 。ヒルクライムはね、最後まで登り切ってみる。登り切りはするけど。うん。ティータイムしよう。あ、ティータイムしよう。朝日が綺麗ですね。朝日とともに滴る汗と鼻水。うん。あら行くよ。ほら行くよ、ほら待って、足が止まっちゃった。違う意味で止まっちゃってるよ、ほら。よし、あとちょっとだから頑張ろう。はい、もうね、坂の途中ですけども、まあね、ヒルクライムはね、別にあの急な坂チャレンジしてみて、別に登りきればいいわけですからね。危ない危ないよ、ほら。いくらね、こう足ついたとしても、また次来た時に足つかないようにっていう感じでね、まあ1回目は下見でこう遊びに来るっていうのもいいんじゃないですかね。よいしょ。はい、ティータイム終了でございます。どうも、ちょっと体軽くなったかい？まあ、あのこちらのですね、石垣山一夜城はですね、まあ、箱根の旧街道とか、あと箱根の街道、いつも箱根駅伝がやってるルートのすぐ入り口のところなので、まあヒルクライムし足りないなっていう方はね、ちょっとデザートに召し上がっていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。あと、まあ、小田原の方遊びに来た時に、じゃあちょっと臨港まで時間あるから一クライム行くかっていう感じないか、マツム。ちょっと臨港まで時間あるから一クライム行くかなんてないか。受け答えができないっていう。はい、そんな感じで皆さん遊びに来ていただければと思います。お、さあ一夜城の公園の駐車場までやってまいりました。ここまで来ればあとちょっとでゴール。よいしょ。なんかね、ここにはね、美味しいあのアイスクリームが食えるらしいです。ダメだよ、今の左の道はダメだよ、あれダメだよ。何やこれじゃない。松も結構ああいう道好きだもんね。脇道が好き。どうも松野です。はい、いいね、この石垣エモいね。よいしょ。おう、さあ駐車場まで戻ってきましたよ。あとあれを越えれば、あとちょっと、おう、いい車道だ。よいしょよいしょよいしょ。ふぅふぅふぅ、よいしょ。終わりだ。ゴール。よいしょよいしょ。はい、ゴール。ゴールでございます。
何撮ってんすか。いかがだったでしょうか。お疲れ様でした。一夜城。はい。ずっとドーナツ。距離は2キロしかないんですけれども、まあ精神的にはもうね、長い長いヒルクライム終わったような感じです。腰がとにかく痛い。うん。筋肉、ハムストも限界です。スプリントですわこれ。2キロだもんね、しかも距離がね。ヒルクライムって何なんだろう。難しいですね。はい。はい、短くも非常にスパイシーな峠に登ってみたい、日頃刺激が足りていないという方にはぴったりな峠です。なんかむしゃくしゃしたことがあったりだとか、失恋したとか、何か忘れたいことがあるとか、そういうなんか心のもやっとしたものとか思ってる方は、ここを登れば多分全て吹き飛びます。あ、そういう感じなのね、この坂はね。そうですね、はい、そんな感じです。はい。超激辛カレー。激辛カレー。あ、10辛だったんだ。はい、なるほどね。ちょっと登ってみたい、気になったというもの好きな方は、下の概要欄の方にロードクエストの一夜城の情報を載せておりますので、登ってみてください。はいはい。以上、フレームチャンネルでした。またの動画をお楽しみに。お疲れ様でした、松。はい、みんなも一夜城来てね。